大丈夫かなこれ話しても。事故だよ事故。お前婦女暴行したよ。なんでよ。先方はじゃあ考えてる。おちえちゃんから。ちえちゃんから。お行きましょうか。告白をします。お一人がこう告白します、うん、でそれが嘘なのか本当なのかを皆さんに答えていただくと。なるほど。個人だねこれはね。個人、まあ、個人でも何回か。なるほどなるほど。はいはい。ちえちゃんからお行きましょうか。行きましょうか。やだーやだー。どうしよう大丈夫かなこれ話しても。うわ面白そう、うん、あダメだったらもう あそうか編集できるか。ピーメーターとかピーそうか。あの中学校の時の話なんですけども、はいはい、あの警察に何度もあのちょっとお世話になってた。え事故だよ事故で、ね、もう50も過ぎてますので、うん、あの何度もお世話になることがありまして、ある日突然、はい、登校する学校行く前に朝早い時間にピンポンピンポンって鳴ったんで、はい、はいって出たら、うん、警察の人、私服の警察官が立ってまして、はい、玄関で、うん、鈴木、私本名鈴木です、はい、鈴木、うん、朝早いな、お父さんもお母さんも寝てるやろ、うん、ちょっと来いって呼ばれるんですよ。あら何何の用って言うて、うん、そしたらいいからちょっと話があるからちょっと来いって言われて、ちょっと来いって言われて、うん、で出てって警察までちょっとおいでって話があるから警察連れて行かれて、はい、お前婦女暴行したやろ、なんでよって言われたんですよ、ほんで婦女暴行私も若かってちょっともうやんちゃだったんで警察に「お前な婦女暴行の意味言え婦女暴行って何や私をここまで連れてきて婦女暴行の意味言え」警察に絡んではい絡んで言うたんですよ。いや相手の女の子がお前にやられたって言うてるってはっきり言うんですよ。あらね、そしたらじゃあその女の子を私の目の前に連れてきてくださいと。そりゃそうですよ、そこまで言われてる。本当に私がそれをやったならば、ね、婦女暴行の意味、婦女暴行ってその意味が違うでしょ、うんうん、女が女、はい、その意味がややこしいじゃないですか。違うじゃないですか。違うね。まあ、殴って蹴ってのその暴行、うん、暴行だけなら話は分かるけど、婦女暴行の意味って違うじゃない、うん、意味合いが違ってきますよね。はい、ほんで結局相手の女の子がそれ言い張ってるから、うん、お前に間違いないってずーっと言い張られて、もう最終的にその女の子にもう一回確認取ったら、うん、はい、で説明したんですって、私がだから女で中学校、はいはいはい、2年生ですよ、はいはい、中学校2年生16歳ね、ね、どう見ても違うだろうって言ったらその女の人が、はい、よく似てる男の人でした。お兄ちゃん、私のお兄ちゃんが。お兄ちゃんか、おい。お兄ちゃんか。結局最後の最後までずーっともう警察って頭ごなしにお前がやったって決めつけるんですね。ああいうのって。なるほど。私がすいませんやりましたってなんかもう落としたくて、全員がもう警察が全部私がもうやった。うん、風にも最初からそのも作り立ててくるんですよ。で結局最終的に女の子にもうやってないって言ってるからって説明してきてくれって言ったら、はい、その子が、あ、やっぱりちょっと似てる男の人です。最後のうちがそれです。ほら見てみ、お前らどうとしめつけてくれねとか言って私はもうガーって暴れたんですけど、そうですよ、暴れたんですけど、はい、まあ警察も最後まで謝りませんでしたね。だから警察ってずるいなって思った話です。はい、婦女暴行はなかったけど、ええ、暴行はしょっちゅう。これ大丈夫、YouTube で、まあ、でも本当にちょっとあの喧嘩したらいいんじゃない、喧嘩したりとかっていうことはやっぱりやって、うん、あのありましたね。ただあちょっと喧嘩売られることもあったんで、あったね、でお祭りとかが大好きなんでお祭りに出かけるとやっぱりタコ、他の学校のこと、うん、やっぱりありがちだよね。ありがち、メンチ切った切ってない、うん、お前俺のこと睨んだだろうどうのっていう、そういう喧嘩はありましたね。子供だからね。子供だからありました。今はないですよほんまに。いやなるほどね。はい、質問あります。はい、あの婦女暴行っていうことはまたその男の方が女の人にっていう罪名やと思うんですけども、うん、イメージ的にはね、ってことは自分が女性であるってことをちゃんと証明すれば、うん、それは疑いが晴れるとは思うんですけど、うん、それはしなかったんですか。あ、しましたしました。あ、言いました。学校名も言うたし本名も言うたし全部、あ、それでもそう
や、それでも警察まで連れて行かれたんですよ。へえ、厳しい。だからずるいよねっていう警察がね。なるほど、それはそうですか、はい、はいはいはい。でも過去に襲った時あるんですよ。あの、申し訳ありません、もうそれは本当にないですよ。ないですよ。はいはい。その時のあなたは、はい、駆除暴行っていう言葉の意味を本当に分かってましたか？はい、分かってました。絶対分かってないと思うんですよ。あの、尾崎さん、はい、あの14歳でもそれは分かりますよ。本当ですか？ええ。はい、質問以上ですか？はい、はい、ありがとうございます。さあ、そこでジャッジですね。はい、嘘。はい、リアルやな、本当。本当。さあ、答えは？答えは本当の話。本当に本当にこんな話ないか、普通、ね、ないよ、ないよ。普通本当になんで女の子を警察が家まで来て呼びに来ますか？行って来ませんよね。すごい、まだないでしょ、駆除暴行で。まだってなって、やってたらおかしいよ。ずっとないですよ、そんな。まだって、まだってないですよ。そうや、やりそう。いやいや、やめてください。でも今ダメだよ、そんなやったらすぐ。いや、もう厳しいですよね。今ダメだよ、ちえちゃんの時代だけど。ちえちゃんがまして14歳の時ですからね。ああ、うわ、でもちえちゃんということで点数は3点。あ、1点、1点でした。1点でした。あー、結構抜かれましたね。いやー、すごい、リアルすぎました。覚えてる。岩井さん、はい、吉本の人は大丈夫なんですか？部長、暴行で捕まったりしないんですか？あの、ないので今みたいそんなあの、ね、非常にコメントしにくいですけど、はい、みんな意識が高いと思いますよ、今ね。厳しいんで。あなたの話大丈夫？僕の話ですか？それからその話ですか？大丈夫です、大丈夫です。出ちゃうんだよ。大丈夫、大丈夫、そんなあの危ない話はないですから。あれは本当かどうかは難しいと思います。そうね、なきゃなきゃ、危なくなきゃ、つまんない。そう、危ない話聞きたいと思うんだけど。なるほど、ね、ギリギリからですか？ギリギリからですか？ちょっと聞きたいよね。わかりました、わかりました。はいはいはい、じゃあ、はい、ありがとうございます。お、行きますか？だって、後からどうですか？ハードルが上がった。あ、確かに今からのチェーンじゃなくなるんだ。チェーンちゃんもうまいよね。先生の影響を受けました。あの、35年ぐらい前かな。古いな。古いで話。20代20代20ぐらい。JWP の最初の時で、初めて中国で試合をするなって、あの、キューティーと2人でプロモーションに行ったんですよ、うん、その時はもうすごい、もう何だろう、接待がすごくて、料理、高級中華料理なんとかで、これから警察の、中国の警察のすごくお偉いさんが来た、うん、で、あのコーディネーターの人に、うん、中国は女の人が酒とタバコをね、うん、あのダメなんだ、男の人の前でやるのは厳しいと。特にタバコはダメって。で、だからあの、そう、男の人の前でタバコを吸うのは勝負。まあ、当時は。そう、当時は勝負の人がし な,、うん、しないと。あで、コーディネーターが勝負？勝負。うん、なるほど。勝負の人って聞こえたからね。勝負の人。勝負の人ね、はい。気をつけてくださいって。うん、あの、すごく嫌がられる。いや、あの、そういう、なんか、悪いような、うん、イメージ。そうなんよね。人しか吸わないから。うん、でも、本当に、ね、偉い人たちが来るから、うん、タバコ吸いますかって言われてから、本当に、あ、吸います。いや、本当に気をつけてくださいって。うん、って言われてたんだけど、はい、若かったから、まあね、キューティーも、うん、その時一番ね、ガンガン飲んでる人。しかも、ワインが美味しくて。ワインをガンガン飲んじゃってレベルになっちゃって、うん、そうで言われてんのに、そう言われて、あのすごい、もう餃子も美味しくてワインと餃子がガンガン入って、もうしたらタバコ吸ってたんですね、うん、私もキューティーも。あ、なるほどなるほど。そう、当時、うん、でそんなの言われたら私なってんの、なってるよ。コンプラ、コンプラ上ね。はい、10代の貴女も送る。それが実家ならいいんだよ。いや、やったみたいになってますよ。で、タバコを吸っちゃって、うん、で、JWP のスタッフの人に一回ちょっと来てって言われて、うん、すいません、タバコ吸うって言われたんだ、
警察の偉い人がいるから絶対しちゃダメ、分かってるよ、今知ってんだよみたいな、ああ確かに、ああみたいな、私のキューティーも、はいはいはい、でもまあまあそれからもガンガン吸って、まあ、ガンガン記憶ないよ、ああ次の日起きたら警察に行ってたらしくて、連れて行かれちゃった、うん、うわでも私のキューティーは全く記憶なくて、それだけですか、だから勝負しか吸わないから、はあ、うわでたあの何だろう、お酒も女の人が男の人の前で、うん、しかも目をね、めっちゃ古い時代だね、じゃあ中国だよ、うん、その中国のあれがすごい、いやいやいやはい、大丈夫、大丈夫、カットもありやばい、そう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 、だからもう、もう昔の日本だよね、男の人の前で、男の人の前でやっちゃいけないね、タバコだけでいくかな、そうそうそう、あで私だって聞いて全然記憶がなくて、で、ホテルで寝て起きてスタッフの人に聞いたんです、うん、ははぁ警察に連れて行かれてるんですよ、普段から記憶ないのはしょっちゅうなんで今は今でもこの話ちょっと怪しいな聞いたことないなあんた知らないよ、覚えてない、じゃあじゃあこう質問いきましょうか、はい、うーん質問、これ中国はどこだったんですか、多分、上海、あ、上海、間違った、北京、あ、北京、北京、あ、北京ありそうね、はい、確かにね、そう、なんか、その自分たちがその時 JWP で、うん、北京、中国に遠征に行ったのに、その遠征の前に2人で行ったという話は聞いたんですよ、あ、記憶がある、はい、記憶あるんだけど、うん、その話は知らない、でも全員行った時に、警察の人が一番前で、うちらが車で全部後をついて、先頭で、パトカーが先頭で、だから、うん試合の時も空港でパスポート見せるじゃないですか、うん、あれも裏から見たかった、そうや、ビッグ扱い、超ビッグ扱い、すごいなだからこそ警察の人の前でタバコ吸っちゃいけないって言われる、なるほど、はぁ酔ってるからバカバカ吸った、そうなんです、はぁそれ質問ですか、それ質問ですかそれは質問ですかもったいない使い方が、もったいないでしょ使い方が、だいたい心決まってかどうでもいいんだよジャガーゲーだよね、本当に、はいはい、もう一方はビューティーさんビューティー、ビューティービューティー、ビューティーさんだよビューティー、鈴木じゃないのビューティー、鈴木ビューティー、ビューティー、鈴木ビューティー、鈴木あ、じゃあ、キューティー、キューティー違う、違う全部違う、全部間違ってるイラッと、イラッとくる、イラッともう質問終わったからうわぁ、もったいない使い方したもったいない使い方したビューティーさんってなんだビューティーさんって初めて見ましたけどもったいない使い方じゃあ、あとちえちゃんだけかな、質問はちえちゃんも言ったでしょ、あ、言いました、あ、もうなんか、なんとなく、はい、大丈夫です、はい、じゃあ、ここでジャッジですね、はい、さあ、ジャッジ、行きましょう、嘘、嘘本当嘘とはさあ正解は嘘です、ジャガーさんは私は信じてくれてるの、そうだよ、でもそんな嘘じゃないですよ、先生もそうですけど、はい、ほんまちょっと話し方上手なんだ、上手上手、そんな上手に喋れへんかった、違うんですよ、本当に注意されたんで絶対ダメって、注意された、そこは違う、勝負は本当だ、そう、勝負は本当で、勝負しか目上の人に、うん、あ男の人の前で吸わないから絶対ダメって、あなるほど、そこまでは本当なんですね、そこまでは本当なんですよ、あ連れて行かれてはないけど、そう、警察まで連れて行かれたっていう話を、そうだけ、ね、それ、ね、あとは全部本当なんですね、こいつらのことだから絶対やってるなと思って、あいやいや、でも先生、あ、先生ですね先生、まあ、先生みたいなもんだからねでも警察まで連れて行かれるかなと思ったの、僕もそこです、あ、まあね、まあね、うん、だけど注意される、厳重注意ね、うん、はいはい、いいけど、うん、あると思うけど、すごい言われたよ、警察本当にやめてくださいって、すまなかったんですか、えすまなかったんですか、すまなかったんですか、すました、だからすったんやったら死んじゃって怒られるんですか、なるほど、あもうベロベロね、すごいね、みんな持ってるね、話をね、すごいな、さんの点数は1点でーす、いやーすごいね、すごい、そしてジャガーさんか、僕行きましょうか、お前ダメだよ最後ハンドが合うじゃないですか、話しかなんだから、いやいや話しかなんだから先生これ1個ですか、1個、いやまあちょっと今、まあ、見てね、見てね、間違、ね、ったら怖い、はい、どれぐらい前だろうな、
クラッシュギャルズがすごい人気の時、はい、だから今さ分かんないよ、はい、クラッシュさんって言っちゃうのそう、まあ、こいつら大体ガン無視でいいちょっと僕も参加させてください。あの頃にあのハワイで試合があったわけ、はいはいはい、前場が、うん、そんでハワイのハワイ島かな、なんかあっちの国の方はなんだっけな、まあ、キーポン違う早押しの要素なかったですよ。何あの向こうの方ダイヤモンドエット違う、ああ大喜利状態人種だよ、あ人種、あサモアは違うわ、サモサモア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 違うんじゃないの、サモアはあるよね、ガワイサモアそうね、そうだよね、それガイいて、はい、その選手と戦ったっけ、選手、あ、現地の、うん、現地のクラッシュだ、クラッシュだ、クラッシュだ、そんで、うん、ヘイターだからボコボコやっちゃったんだよ、あー選手を試合中に、うん、はい、うん、その地元の、うんうん、で、やっぱりサモアの方は、うん、やっぱみ、ビーキだから自分たちの、はいはい、うん、だから、外歩くのが危ないって言って、あ試合後にそう、うん、街歩くじゃん、帰り道に反感じゃない、やばいそれ、それが帰り道の向きだった、クラッシュだよ、遅くかなって、レスラーだからさ、すごー、変が始まっちゃいそうですね、だからもうメイスパイドお願いします、そうだけど人数が多すぎて、うわ黒、うわあれはもう周りみんなクラッシュ危ないクラッシュ危ないとは言ってたんだよ、うわ試合中にボコボコやっちゃったんだから、その後に怖いから絶対にそばにいないとダメだから外出ないって言ってたんだけど、ご飯食べに行きたいからって出ちゃったんだよ、うわすごい話やなそれ、びっくりね、あれは本当に、なるほど、恐ろしいねほんまに、いやこれ、ね、中これリアルすぎません、ね、この話絶対なんかありそうだもん、めちゃくちゃリアルっすよ、ね、40年近く前ってことです、そうだね、そうだね、それ今質問ですか、はいです、はい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 、じゃあ質問いきましょうか、はい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 、あ、いきます、いいですか、すいません、クラッシュさんはその時単独行動を一人で歩く時間があったんですか、いやだ、私も同じこと言う、いや、二人で歩いてる、二人で歩いてる、あ、クラッシュギャルズ2人が、なるほど、もしかしてクラッシュギャルズ一人で思いました、えだってクラッシュさんだから、クラッシュさんって言うかも、クラッシュさんだからね、まさか二人ですね、キーペアも一人だったじゃあそのジャガーさんは質問ですって言うて喋って質問です、はい、ジャガーさんはその話をクラッシュで聞いたんですか、それとも、まあ、見てはないんですね、あのすいませんが、はい、心配で一部始終ついて待ってるから、あだからなるほど、あのクラッシュの近くにあ心配やから危ないから、あ危ないから、なるほど、で襲われた時にはちょっと逃げたけど逃げた、でもどうしようもできないですもんね、人数がすごいかったらね、なるほど、はい、でもさ、そんなことがあったら普通新聞沙汰じゃないですか、うん、まあ、それどうだったんですか、出ましたよ、現地のハワイの新聞出た、わこれ分からなくなってきた、調べなよじゃん、そしたら、はい、クラッシュギャルズは怪我とかは大丈夫でした、次の日の試合とかに響かなかったんですか、次の試合ないです、あ、なし、なし、全然意味のないです、もったいない、そうね、怪我しませんから、しませんからね、そっか、僕らいやすごい、だからあの人数に囲まれてフルボッコみたいな、でもそんな太ってるからいっぱい見るけどそんな人数いないから、うーん、待って、あ、10人ぐらいに見えたけど、でかいから5人ぐらい、5、6人で、あー、なるほど、怪我はしてない、よかった、なるほど、ということで黙ってやられてないよ、クラッシュ、まあ確かに、まあプロレスラーはそうですよね、あ、黙ってやられることはない、そうなのか、さあ、質問終わりましたので、ここでジャッジタイムです、はい、さあ、行きましょう、嘘か、本当か、リアルすぎる、嘘、本当、
嘘。本当。あ、2対2ですね。2対2ですね。ジャガさん、正解は半分嘘です。どっちだ。だから、だからさっきの尾崎みたいに酔っ払ってタバコ吸うたまではほんまです、うん、警察は言ってませんみたいなそういうのやめてください。でも嘘なんですよ。私はジャガさん、あのね、どっちなんだよお前。来られたら嫌だねって別に来なかったから嘘だ。いや嘘だ、嘘だ、フラッシュキャンプが相手をボコボコにリングでやったまではほんま。あ、なるほど。うわぁ、うまいなぁ。うまくないジャガーさん半分嘘だよ。何なんだよ。ジャガーさん本当何半分嘘って。いや、そんなこと言うんだよ。これでいいんだと思っちゃう。ダメ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 。満足、満足。まあ、ね、まあ、そ、外出しなかったけど、うん、なんやねん。嘘じゃん。嘘じゃん。なんだよ、嘘じゃん。危ないか、危ないか、出んのやめなさいとか言って。半分も何も嘘じゃん、それ。半分、でもなんか半分も言ってないな、じゃない、言ってないな。ボコボコやっちゃったんだよ、本当に。まあ、それは本当なんですね。下手すぎて。あ、本当はジャガーさん似てんだけど、もう面白くないから1点。1点。ダメ、1点。それダメ。賛成。ほんまやな。ふざけんな。もう脇原、わからない。さあ、いいですか、僕言って。トリー、大ソリー。こんでつまんなかったらぶっ飛ばす。そうですね。正解しておりますね。つまんなかったらもう一人でバツバツ。いや、怖い怖い。お願いします。いや、面白いね、気分。ですよね。そうだから、やっぱりね。ありますか。やりにくい、やりにくい。僕は大阪に住んでた頃がありまして、まあ、それはまあ30歳ぐらいの頃なんですけども、うん、その時にあのマンションの11階に住んでまして、でペットで猫を飼ってたんです。で、あのベランダに出て、ベランダからこう通天閣が見えるんですけども、それをこう猫を抱っこしながら通天閣を眺めるっていうのがまあ日課だったんです、うん、で、ある日突然猫がいつものようにこう通天閣をベランダから見てたら、ビョーンって飛んじゃって、なんかキックみたいなのして僕の手元から離れて、うん、真下に落ちちゃったんですよ。ベランダから真下に、え、外道路に、外の道路に、11階から、11階から、で、僕もちょっともうさすがに猫でも死んじゃってるんじゃないかと思って、もう可愛いペットだから泣いちゃって、うん、で、なんとかちょっとでもまだ一気が残ってたら助けない、動物病院に救急搬送しないといけないと思って、うん、なんとかエレベーターであの下に降りようとしたんですけど、一機しかないんですよ、エレベーター。でそれがあのたまたま点検中ってなってて、うん、動かなかったんで、もう階段で行くしかないと思って、うん、で階段で螺旋階段でブワーッと降りて、その猫が落ちた真下の地点まで行ったんですよ、うん、じゃあ猫がいないんです。あれ、真下に落ちたはずだし、怪我してるから絶対この辺にいるはずだなと思って、でもどこ探してもいなくて、うん、で、どこ行ったんだろうと思って、こうと思ってこう手を仰いで、まあ上を見たら、はい、あの僕がね、階段を降りてくるスピードがね、速すぎたんですかね、あの猫がね、落ちてきてる最中だったんですよ。どこ？コンクリートを、コンクリートをこうやって伝ってってこと？しかも真面目に聞いてくれたから、何ともかって真面目やから。どれだけ速かった？いや、今ね、何発殴られたから相当行きましたよ、今。そう、何発行くかなと思って、あの、うん、もうちょっと上手に喋りたかったんですよ。専門だよね、はい、いっぱい、あーね、いやいや、いいじゃないですか。わかんないよ、これ本当か分かんないよ。本当だ、本当だったんですよ。質問、はい、どうぞ。じゃあ、最後キャッチできたんですか？キャッチできました。じゃあ死ななくてよかったね。よかったです、よかったです、はい、はい、愛が勝ったんだよね。そうなんです、はい、愛が勝ったんじゃない、猫が賢かったんだよ。まあ、ゆっくり降りてるかもしれない。ゆっくり降りてこうやってたかもしれない。まただきみたいな、こうね。あ、そうですね、こう飛びますからね、猫も。なるほど、なるほど、空気抵抗が。だから本当かどうか分かんないでしょ、これは。じゃあ、はい、どうぞ。吉本で一番許せない芸人誰ですか？関係ないじゃないですか。全然関係ない質問来てました。